はい、書店に買いに行ったら11日発売と言われました。そうですか、ちょっとフライングや。まだちょっと、まだ。言い過ぎや、早いこと。はい、そう、言い過ぎた。すみません。え、今週の土曜日？もう明後日ですね。明後日、ね、はい、出版ですね、はい。ようやくです。ようやく出ますけども。お出かけくださいまし、はい、ありがとうございます。で、その、時効の罪、維新の毒の、まあ、流れでですね、はい、今日はその、岸田内閣の、はい、その、権力の中のこの綱引きについて、うん、ちょっと、まあ、知り得たところをちょっと喋りたいと思うんですが、うん、今日の朝日新聞にもね、ちょろっと出てたんですよ。うんうん、岸田氏、安倍氏、協力に潜む緊張感と。だからこれ協力しそうな間柄の二人が緊張を増しているというまあ書き方なんですが、これかなり柔らかい表現で書いてありますけど、実態は中身はドロドロ。この二人の中、おそらく安倍さんと岸田さんの間、もうこれはお互いがもうくそこいつめと思ってる状態。はい。ちょっとねまあ振り返りたいんですけど、安倍さんは安倍派の。派閥が変わりましたね。細田派から。トップになった。安倍派のトップになった。うん、これが11月18日なんですよ。はいはい、で、11月18日に、細田会長が退いて、我らの安倍会長、うん、ね、これから安倍派や、言うて93人の国会議員集まって、うん、で安倍さんが登場して、うん、我らボス、頑張りましょう、言ってるはずでしょ。うん、そうそう、安倍さんどうしたと思います、うん、この日。え？安倍派の結成総会に、うんうん、安倍さんは、出なかったの？無断欠席。え？なんで？なんで？いや、それがね、その、だから、みんななんでや思って、その、西村コロナ担当大臣やりましたやん。はいはいはい。あの人なんかもう慌てふためいてたらしいけど、うん、結局もう、僕ちゃんもこんなんもう嫌だ、みたいな感じになったと思うね。え？これがね、安倍さんはね、かなりね、もう僕ちゃんちょっと怒ってはるんですよ。なんで？で、ちょっとね。自分が望むの？そうそう、自分の派閥で、トップになったわけやけど、おめでたいことおめでたいことやと普通は思うんですけど、安倍さんにとったらね、ちょっとね、この逆風が吹いてるわけですよ。ね、振り返りますよ、はい。総裁選挙ありましたね。うん、総裁選挙4人出ましたね。河野太郎とかね、はい、岸田。これね、下村博文という人が出たがってたんですよ。はいはい、覚えてありますか？元文部大臣。元文科大臣で、教育直後教えろ言うた、はい、要は靖国万歳みたいな、はい、その、要は安倍さんと、極右で会う人ね。そうやね。この下村さんが出た言うて、この下村さんは安倍派ですからね。さ、う、あ、ん、けど、お前出るな言うて安倍さんを押さえつけたわけ、下村さんを。うん、で、代わりに誰出したか言ったら高市さんです。うん、そうね。ね、高市早苗さん。高市早苗さんは派閥に砂かけて出ていた人ですわ。はあ。安倍派の幹部からしたらなんで高市押さなあかんねみたいなくすぶってたんやけど、安倍さんは本気で高市さんを勝たしたかったわけですね。うん、ところが高市さんは負けて岸田さんだったでしょ。うん、で、当初僕もその安倍さんの影響力で、その岸田さんはがんじがらめかな思ったら、うん、結構こうその選挙で勝ったじゃないですか、自民党、はい、負けなかったじゃないですか。そうですよね。ね、うん、それでなんていうんですかね、岸田さんの力がねだいぶちょっと上回ってきて、で甘利さんね、うん、トライの羊羹の下に50万円、うん、甘利さんね、羊羹甘利さん、甘利さんが幹事長を辞めて、うん、幹事長は誰になったか、うん、高市さんにさしたかったけども、うん、幹事長は高市さんになりませんでしたね。茂木さんですよね。茂木さん、そうやね。ね。で、官房長官安倍さんは萩生田さんにしてほしかったんですよ。松野さん。加計学園で一緒に、缶ビール飲んではった萩生田さん、はい。この人にしたかったけど、松野さんになりましたね。たねうん、これ、ことごとく安倍さんが言うた人事がね、ひっくり返ってるわけですよ。それは、これはね、岸田さんがひっくり返してる。そうそう、岸田さんと、まあ、結論から言うと麻生さん。はいはい。麻生さんと安倍さんの間で権力闘争があって、麻生さんと安倍さんって手を結んで、いやいや、そうじゃない、そうやない、そうやないんですよ。麻生さんは、俺がキングメーカーになりたいわけ。それで、その、安倍さんの人事を蹴っていったわけね。で、極めつけが、林芳正さんという、今外務大臣。この方、外務大臣だったでしょ。うん。で、この方ね、どこ出身かご存知？この人、どこへ、揉めてっとこやな。揉めてる山口さん。そう、山口3区なんですよ。そうや、ん、そうや。宇部市を、基盤とするとこね。この林芳正さんという人は、選挙に強い。名家の出身で、林芳正さんのお母さんが、宇部興産のなんか、社長の娘さんがなんかで、だから、ものすごい選挙に強くて、林芳正さんは、下関市の、出身なので、山口4区なんですよ。うん、山口4区、下関、うん。この山口4区の出身の、うん、衆議院は誰ですか？
下関から桜を見る会にどん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 、だから桜を見る会に、集めてたじゃないですか。はいはい、下関から呼んでたでしょ。山口四区は、安倍さんの。安倍さんのね。うん。で、これで山口四区が安倍さんでしょ。山口三区が林さんじゃないですか。ね。ところがこの三区と四区が、合区するんですわ。あっちゃん。いた。おそらく。は。あ、そう。うん。そしたら一人しか出ない。一人しか出ない。一人しか出ない。で、今度、おそらくその人口が変わってますからね。山口は減りますね。定数位置が。だから、これ3区と4区合区したら、どっちかにならなあかんわけですよ。で、この林さんは地元の、すごい、選挙の強い方で、で、支持があって、で、ちなみに、安倍さんね、今度の選挙、この前の選挙で、まあ、当選しはりましたよ。それはもう圧勝しはるんやけど、24,000票減らしてはるんですよ。あら。それは地元の人もね、折りかけ桜でね、もうちょっと嫌なってね、で、選挙がね、言うほどそれほど強くなくなってきてるわけですね。で、でもね、その3区と4区合区したときに、自民党が決めるじゃないですか、誰をこう、その幹事長は誰かと。これが高市さんやったら、合区しても、安倍さんに行こうとこうなるけど、高市さん外れてるから、茂木さんやから。うん、これは林さんになったら、安倍さん比例に回らなあかんと。どん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 影響力落ちてまうと。屈辱やん、屈辱やん。だから、僕ちゃん機嫌が悪いんですよ、今。そうなんだ。だから出たくない。だからもう爽快もうっとうしがもう出ない。けど、そんな、男か。身内を固めなね、そんな、ね。うん、でも身内もね、身内もその下村博文、さんで行きたかったのに高市さん出されて、そうか。で今回安倍さんが応援に回った選挙区結構落ちてるんですよ、小選挙区は。安倍さん来たら票が減るみたいなことになってるようなところもあってね。それで安倍さんの影響力がだいぶ落ちていて、それでその林芳正さんというのは中国と親しい、この親中派なんですよ。だから安倍さんは今何を言ってるかというと、林芳正外務大臣はこの中国の訪問を受けたら行く言ってはったね。それに対してものすごく猛反発して、安倍さんは台湾だと、台湾有事は日本の有事だとね、中国が深手を負うぞみたいなことをこう勇ましく言うてるのは何かというと、もちろん安倍さんは中国嫌いでしょうから、そういう思想のもと言うてるけれども、林より俺やぞと。中国から、そんな言うやつは、頭から血を流すのか。中国が反発されてんやけどね。これはだから、その、選挙区事情がかなり多分にあって。うん。だからそういう意味ではですね、その安倍さんがだいぶ焦っているということですね。この、うん。だから、岸田さんはね、この林芳正さんと同じ宏池会なの。宏池会というのは、まあ、いわゆるハト派と言われている、まあ、岸田さんなんですが、うんうんうん、常々何歌うか言ったらね、うん、私はつなぎの会長やと。将来の総理候補は林さんです、言ってるんです。岸田さんもね。そういう意味では、林さんという人が、まあ、地元でも人気やし、まあ、経歴からしても申し分ないので、まあ、林さんが次、宏池会を引きずる可能性はあるわけですよね。うん、だそういう意味では、安倍さんにとっては腹立ってしゃあないわけです。安倍さんは高市さんを首相にすると言ってますよね。でも、総裁選で負けましたでしょ。うん、まあ、負けたで、やっぱり、いずれ、首相にしたいよね。うん、でもね、安倍派は減ってるわけですよ。うん、93人、うん。で、岸田派が42人で、麻生派が53人で、これ組んだら上回るんですよ。はい。で、高市さんやっぱりね、やっぱりどうしてもその、かなり右に寄ってはるから、うん、そういう意味では、その、自民党の中の鳩派からは支持されないので、うん、なるほど、ね。で、おそらく高市さん最近影薄いでしょ。うん、そういうやつ、ね。急速に薄まってるでしょ、うん。これは安倍さんの力が薄まってるからですよ。うん、はい。わかりやすいな、うん、だからそういう意味ではね、この権力の中で結構綱引きがあって、それでしかしですね、岸田さんもね、そのなんていうかな、本来宏池会からの鳩派で池田勇人が作って、大平正義で宮沢さんやったかな、ずっと続いてるそのまあ戦争からちょっと引いてはる人のはずなのに、敵基地攻撃能力言い出したんですよ。言うてはるね、今盛んにね。これがちょっと問題でね。危険やね。これはちょっと危険ですよね。うん、この敵基地を攻撃するということは、うん、これ、まさにその、一発殴るこっちゃから、先に殴られてまうわけで、うん。で、実はですね、これアメリカがね、僕イラクもアフガニスタンも行ってるでしょ。
結局、基地を攻撃するわけですよ。フセインの基地とか、うん、タリバンの基地とか。うん、それでえらい目合うわけじゃないですか。うん、だから、こういうことをすれば、うん、やっぱり、その、アメリカとも同じような国になっちゃうので、うん、これはやっぱりちょっとね、慎重にやっていかないと、うん、刺激するだけで、でもこれを言ってるのは、まあ、これは僕の個人的な感想ですけど、こういうことを言わないと、やっぱり、その、GDP、防衛費を GDP2% 以上にするって言ってるんですよ。うん、今 1% ですけど。だから要は、仮想の敵を作らないと、軍備が増強できないので、こういうこと言ってるのかな。だから、宏池会にしてはちょっともう、タカ派になりかけてるのかなという気はしてます。完全タカ派ですよ。完全タカ派です。はい。だそういう意味ではですね、なんていうんですかね。そう、宏池会の中から反対出ないんですか？いや、それがね、今の自民党が、中選挙区じゃなくて小選挙区でしょ、うん、だから、自民党に反発したら、それこそさっきの3区と4区の5区の話もじゃないけども、その要は個人商店やった昔は。だから、例えばその地元の叩き上げで定数4の中で4位ぐらいでギリギリ入るからどんな逆に。うるさいおっさん持ったみたいな。うるさいおっさん持った。だからそんなもん農業潰したあかんわとか、消費税上げたあかんで言って、自民党の中で引っ張ってる人がやったんですけど、今1しかないから、安倍チルドレンになっとるから、だから宏池会は言うても、なかなかそこまで力はないように思うんですよね。なるほどね。でね、これ敵基地攻撃能力のあれで言うとね、これテロとの戦いで20年でしょ、うん、これアメリカのブラウン大学というところがね、うん、この20年間のコストオブウォーという戦争のコストという試算を出したんですよ、うん、そしたらこの20年間でアメリカは880兆円使って880兆円これ日本の GDP が550やからすごい額ですね。90万人殺されてるんですよ。ねえ。これ、まあ、この前お亡くなりになった中村哲さんは、20億円というね、アメリカの予算の1万分の1のお金で、65万人救ってはるから、だから敵基地攻撃をしたアメリカと、その米とか小麦で平和作った中村さんとどっちが正解やったか言うと、この20年間ね、僕答え出てると思うんですね。だから日本はやっぱ中村さんのやり方で行くべきやと思うのですが、しかしまあ、残念ながら、まだちょっと、そういうの、このコロナ、アフターコロナの世の中は、もうちょっとみんな仲良しようやという話にしてほしいんですけど、うん、そうはなっていないと。で、ちなみにですね、その、日本にアメリカ軍の基地がありますよね。で、思いやり予算をこう増額するんですが、これ、今中国が脅威や言うてますよね。だからまあ、戦闘機買えとかいう話になんねんけど、うんうん、これ1980年代までは、どこが仮想的やったんですか？今は中国を やろうとしてるけど。80年代まで。80年代まで。ソ連。そうそう。うん、ソ連が崩壊するまでは、うん、ソ連が攻めてくるということで、うん、アメリカ軍がいたわけですね、うん。で、ここでですね、米軍基地は本当に日本を守ってくれるのかという話がありましてね。うん、例えばその少女が暴行されても、うん、オスプレイが落ちてきても、まあでもアメリカが守ってくれないかしゃあないやんかという、うん、論理になりませんか、うん。でも80年代までは敵がソ連でしょ。うんほなアメリカ軍基地って北海道になかったですよ。うん。なかった。北海道には自衛隊がおって。うん。ほんで、一番北の基地は空軍で青森の三沢にいたわけですよ。うん。で、海軍と陸軍は神奈川の横須賀とかにいるわけですよ、うん。で、基地は沖縄に集中してるわけですよ。うん。うん、で、これはですね、思想家の内田達さんからお聞きしたんですけど、もしソ連が攻めてきたら北海道から上陸しますよね。うん。自衛隊は北海道にたくさんいるから、うん、まず自衛隊で戦いなさいって言うんですよ。そうですね。うん。で、どん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 南下してきますよね、うん、旧ソ連が、うん。そうすると、青森の三沢の基地は空軍やから、うん、沖縄に逃げときなさいと。で、どん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 下がってきたら、横須賀の海軍は船で沖縄に逃げときなさいと。いでそれでソ連と自衛隊が戦って、まあ、その中部地方ぐらいまで来たら、だいぶソ連軍は弱ってるから、この弱ったところを沖縄からアメリカが叩くと。こういう戦略やったと、まあ、おっしゃるわけですよ。で、これは僕も理にかなってるなと思うわけですよ。つまり、80年代までは旧ソ連が敵や言うてるけど、本気で戦う気はなかったんちゃうか、うん。で、今中国が敵でしょ？中国沖縄に近いじゃないですか。うん、中国のミサイル沖縄届きますやん、うん、だから沖縄の海兵隊はアメリカの兵は今グアムに行くんですよ。うんうん、届かんとこに行く、うん。で、沖縄のその、いろんな島に、石垣島とか宮古島に自衛隊がせっせと今基地作ってる。作ってるね。一番近いところに。うん、つまり、
米軍基地は守らんのちゃうかと。さ、まあ、基本的にさ、やっぱり日本は日本が自分だで守らんちゃうの、まあ、そういうことなんですよ。だから、うん、根本から議論せなあかんわけですよ。そうそう。うん、根本からね。だから、うん、その、いざというとかアメリカ守ってもらうわ言って、うん、そこで思考停止してあかんわけですね。そうそう。むしろ沖縄の基地からイラクに飛んでるから。うん、沖縄の基地からベトナム飛んだわけだから。うん、だから、むしろ、その、そしたら日本の防衛力はどうするのかとか、うん、どういうふうな、その外交能力で、うんうまいこと、まあ、中国とか台湾とかね、うんうん、あの韓国と付き合っていくのかを考えなあかん。そうね。ところがこの80年代から今まで、そこを全然考えてないから。なんか触れてはいけないという部分。触れてはいけない。ね、で、思いやり予算だけ増えていく、うんうん。で、中国が危ないぞーとこう言い出すと、うんうん、それはもう、ちょっとミサイルこうとこうかと、こうなってしもって、うんちょっとコロナに回してほしいなぁ思うんですけどね、そのお金を。怖いですね。そういう意味ではちょっと。NASA、アメリカ航空宇宙局の小惑星との衝突回避、惑星防衛の技術実証をするために探査機を打ち上げたって。探査機をぶつけて、あの、惑星の軌道、小惑星の軌道を超えるって、あの、変えるってやつですよね。はい。小島さん伝えておられましたね。気になるニュースでした。はい。だから小惑星が向かってくるとか隕石が降ってくるとかいう前に、うん、空から燃料タンクが降ってくる。いや、で、燃料が降ってくるなんてね、雨のように、はい、そんなことは現実にあるなんて、ゾッとしますよね。なんかその金属製のタンクドーンドーンいう音もしたみたいですね。そうですね、これは爆弾と同じじゃないですか。ねえー、空襲警報もないですしね。いや、本当です。予告なしに落っこちてくる。それこそ運を天に任せるしかないですよね。はい。当たるか当たらないか。ねえ、当たらなくてよかったですね、今回は。そう、当たらなくてよかったですよっていう、そういう世界ですよね。当たってもおかしくない。本当です。うん。まあこれおそらく、何らかのエンジントラブルが発生し、緊急着陸は不時着ですよね。そうですね。最近不時着っていう言葉、ロマンスを感じる人も多いでしょうけれども、怖いですよね。いや、怖いです。はい燃料タンクを不時着に備えて切り離して、まあ、故意に切り離して、だから投棄ということなんですが、はあはあ、これ文字通り投げ捨ててるわけですから。そういうことですね。地上の安全確保については、パイロットも十分訓練されているとは思うんですが、これね、もう何が起きて、どんなトラブルが起きて、どのような回避行動を取ったのか、はい投棄するときに、うん、あの、下を考えた会議行動を取ったのか。はい。まあ、これ、軍事機密のカーテンに覆わずに、十分な説明欲しいと思うんですよね。そうですね。まあ、緊急事態だったんだろうとは思うんですけども、それでもやっぱり切り離す場所は考えてもらわないとって思いますよね。そうなんです。それはどういうふうに会議行動を取ったのかっていうのを、まあ、その十分な説明を お願いしたいということ本当ですね。でこれ三沢基地ってですね、はい、あの民間との併用空港なんですよね。青森、はい、東京ほぼ確か東京便しかないのでこの辺の方々にはあんまり馴染みがないと思うんですが、うん、これあの市街地も近いんですよ、はい、で、六ヶ所村のね青森県の原子力施設銀座にも結構近いんですよね。近いんですね。でね、あの原発って、水平方向の衝撃っていうのは壁を厚くしたりして、うんうん非常に備えてあるんですよね。はい。ところがね、その上からの衝撃には弱いっていう説もあるんですよね。あ、そうですか。こちらもそのまあやっぱりの核施設ということで機密の壁があるんですけれども、ですからそういうことを考えればね、投棄というとある程度はコントロールできるんでしょうが、その落下の可能性なんかも考えるとゾッとしますよね。自然落下のね。何らかの故障でね。本当ですね。さらにゾッとしますよね。ですからね、その、まあ、現在の日米関係のあり方を考えれば、はい、これ気をつけてくださいとこちらからは言うようがないんでしょうけれども、再発防止の観点からね、十分な情報公開を日本政府としても米側に求めていってほしいと思いますね。本当ですね。飯尾さん、今朝もありがとうございました。
ネット上で昨日夜見たんです。で、えっと思いました。はい、このウトロ地区というのは、在日朝鮮人の方たちが住んでいて、で、ヤフーのニュースのランキングには、ヘイトクライムというので、ランクインしてたんですね。うんうん、ヘイトクライム、聞いたことございますか？はいはい。民族とか性別とか、性的指向などでですね、まあ、一括りにして、その人たちのことを、まあ、憎み、憎悪して、まあ、ヘイトですね、憎悪して、引き起こされる犯罪行為ですね、はい。ヘイトクライムがキーワードに上がってるんで、なんだろうと思ったら、この、在日の方がいっぱい住んでいるウトロ地区の空き家に放火をした男が逮捕されたというニュースだったんですよ。神戸さんがね、ドキュメンタリーでも取り上げているテーマの一つでもありますよね、はいはい、ヘイトクライムは。これ非常にですね、怖い話で、はい、ネット上でもですね、とうとうこんな憎悪犯罪、ヘイトクライムが大手を振って出てくるようになってしまった。日本はここまでひどい国になったのかっていうのがかなり出ています。で、一方、それに対して、まあ、やっちゃいけないけど、まあ、考え方はわかるなぐらいのことを言う人も出てきて、いますね。で、このニュースは非常に重いニュースだなと思いました。はい。非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、奈良県桜井市の無職、有本翔吾容疑者22歳です。警察によりますと、有本容疑者は今年8月に、京都府宇治市のウトロ地区の空き家に何らかの方法で火をつけた疑いが持たれています。ウトロ地区は太平洋戦争中に動員された在日朝鮮人労働者やその子孫が多く暮らすエリアです。警察は有本容疑者の認否を明らかにしていません。有本容疑者は今年10月にも名古屋市内の韓国学校などに火をつけて雨どいを壊した疑いで逮捕されています。雨どいね、雨どい、失礼しました。わかりますよね、名古屋でもやっていて逮捕されている人が京都でもやっていると。これは在日の方々の関係しているものを狙った明らかなヘイトクライムと言っていい、内容になっています。それが奈良県の22歳の無職の男性が連続して起こしているということです。で、これをですね、見てニュースを見てびっくりしたんですね。今読んでもらったニュースは私たちの仲間の大阪の毎日放送が書いたニュースなんですけど、はいはい、やっぱり連続してやっているということですね。そうですね。それでまだ今回は京都でやったということですね。で、京都というとですね、2009年、12年前なんですけど、はい、それこそ12月の頭にですね、京都朝鮮学校のですね、襲撃事件というのが起きてるんですね。はい、これご存知ないですか？これ今日本持ってきたんですけど、はい、ルポ京都朝鮮学校襲撃事件、岩波書店。中村イルソンさんという方が書いている、はい、ルポルタージュなんですが、これはですね、すごいですよ。この事件がですね、日本のこの犯罪史に残るものになっていって、その延長線上に今回のウトロもでの放火も起きているというふうに考えた方がいいと思います。で、この事件はですね、はい、2009年の12月4日午後、はい、京都朝鮮第一初級学校の前に集まった、うん、日本人の男性たち11人が、拡声器を使って、大きな声でずっと叫び続けて、授業などを妨害した疑いで、が持たれたものです。で、まあ、差別的な用語を出ていけ、とかも含めてですね、はい、いわゆるヘイトスピーチを子どもたちに向けて、連発したというですね。で、この子たちはですね、多くの子が PTSD に苦しむことになります。そして、まあ、主にというふうな朝鮮の言葉でお母さんという言葉がありますけど、はい、それを外で言わないようになっていったりとかですね、それから、まあ、中学校にあたる学校とかの進学を避けるようになったり、まさにヘイトクライムをした人たちの狙いが当たっている、人を傷つけるという目的でやっているということがですね、実現してしまった大きな事件なんです。この岩波書店のルポー京都朝鮮学校襲撃史が非常に、いい本なので、ぜひ読んでいただきたいんですけど、はい、で、この、まあ、本も僕読んで家であったんで、今日のニュースを聞いてですね、すぐに見返してみましたけども、民事裁判ではですね、やった人たち、まあ、多くが在特会に所属している方々なんですね。
在日朝鮮人の特権を許さないということを訴えている人たちですね。今は政治政党、後継団体が政治政党なのって日本第一党という形で選挙にもよく出てくるようになっていますが、この人たちの訴えられた被告側はですね、学校が近くの公園を不法占拠していることへの意見表明なんだというふうに主張したんですが、京都地裁の判決ではそれは表面的な装いであると退けて人種差別と結論付けています。そして大阪高裁も、一審を支持、高額の賠償命令を出しています。また最高裁では民族教育の重要性を積極的に評価した判決も確定しているということで、日本の司法としてはこの、京都の学校襲撃事件はヘイトクライムであると許されないことだというふうに断罪されたというふうに言っていいと思います。しかしまたこういうものが起きて、それも今度は単独で、背景まだ分かりませんけれども、この若い22歳の男性が連続して火をつける。本当にヘイトクライムが日本に広がってきているということが、衝撃でしたね。はい、本当に許されないことかなとも思います。若い世代はまたちょっと違うのかもしれませんけど、しかもね、どうなんでしょうね。この容疑者がまだ22歳でしょ。だから、なんかそういう思想が受け継がれてきちゃってるっていうことがちょっと怖いですよね。裁判でははっきりと断罪されたと言っていいと思います。しかし、ちょっと冒頭に言ったように、やっちゃいけないけど考え方はわかるよねって言ってる人はそれなりにいるわけですよね。でしょ、だからこれって結局ネットでそういう思想が普通にはびこってるってことですよね。そうですね。この在特化についてはネットと愛国という講談社から出た本があって、はい、これも本当に重要な本だと思います。安田光一さんが、という方が書かれているネットと愛国という講談社の本ですね。で、そこの中で安田さんはこんなふうに書いています。はい、在特化は何者かと聞かれることが多い、うん、その度に私はこう答える。あなたの隣人ですよ。隣人？隣の人？はい、はい、人の良いおっちゃんや優しそうなおばはんや礼儀正しい若者の心の中に潜む小さな像が在特会を作り上げ、そして育っている。街頭で叫んでいる連中はその上積みに過ぎない、うん、彼ら彼女らの足元には複雑に絡み合う像子の地下系が広がっているのだ。これね、神戸さん、私人間だから誰でも人を憎んだりとか、なんか、そういう気持ちってどっかあったりするのかもしれないですよ。だけど、例えば、自分の周りで、なんか、変なこと言われたりとか、うん、嫌なことされたりとかっていう時に、そういう気持ちって芽生えるのであって、はい、その、在特会の人たちっていうのは、何をもって、うん、その、いわゆる、在日朝鮮人とかの人たちのことを憎むんですか、はい、その京都の事件で、有罪になっている人、人たちはですね、うん、地元の新聞社の取材に対してこんなふうに答えています、はい、在日は最も身近に日本人への不利益を与えている、はあ、だから一括りにして出ていけという一括り、これがヘイトなんですけど、はあ、そして理由についてはその人種が嫌いなのは人参嫌いと一緒、はあ、はあ、そういうことです、ね、これはだから誰かが嫌いとかいう話ではないのですよ。でまさにヘイトスピーチ、ヘイトクライムですね。こういった心が多くの人の中に広がりつつあるのではないかということを本当に僕は危惧していて、今日ここで取り上げようと思いました。そうですね、だから人婚への怒りが右傾化を生むのか、欧州の排外主義とナショナリズム。ゲストは北九州市立大学准教授の中井亮さん、リモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、お願いします。さて中井さんにはいくつかの国への実施調査とそれからデータの分析からこの排外主義や右傾化というのは何によってもたらせるのか、そのお話を伺っています。で、経済については聞く国聞かない国あるというような話もありましたけれども、前半聞いてなかったところでは、例えば中井さん、学歴であるとか、あるいはその職業であるとか、こういったのことというのはいかがでしょうか。ですね、学歴についてはかなり眼見にそうですね。つまり、最終学歴が、より早い段階の人ほど、右翼政党を支持するとかですね、排外的な傾向がある。これはかなり眼見に、いろんな研究でも指摘されているところです。で、職業については、かなり研究状況、私たちの調査も含めて、割れているんですけども、はい、あんまりはっきり出ない。例えば、いわゆるその単純労働者の人の方が、極右を支持するとか、排外主義的であるかということについては、
先行研究、私の周辺の学会の状況とか含めても、ちょっと議論はありますけども、そんなにはっきりとですね、脆弱なセクターで働いてる人の方が、排外的であるとは言えないというところが通説的な理解かなというふうには理解しています。もちろん異論もありますか、というところです、うんうん。なるほど。その学歴の話と職業の話って、どちらが効くのかっていうことをより、調べることが、あると思うんですよね。例えば、その、特定の職業に関しては、学歴が高校卒業の方がとても多いような職業があり、特定の職場では、いや、皆さん大卒ですよ、みたいなところがあったときに、うん、やっぱり職場やその職業が効いてるのか、それともその学歴というものが効いてるのかという点、これらの区別ってのはどうなってるんでしょうか？ですね、少し、まあ、ちょっと技術的な話になってしまうので、直感的に説明すると、分析上は、やっぱりそこはお互い相互に、なんて言うでしょう、効果を差し引いて、見てるイメージですね。うん、実際にはデータの統計学的な処理を行うんですけども、例えば、同じような、学歴の、階層にあっても、例えば職業が違う人っていうのは回答者の中にいるので、そうするとその純粋に学歴の効果を差し引いて、はい、職業の効果を見ることができるし、またこれ逆もしかりなわけですね。うん、それをまあちょっと、どうでしょう。単純に言うならば、そのデータ分析上は統計学的にそれを処理している状態 で統計ソフトで分析をかけて、その結果を見るという感じでやっています。うん。そうしたところ、まあ、学歴の方が、やっぱ注目に値するというか、まあ、それなりに、関係性が強いということが見えてくるわけですか？そうですね。ただ、学歴の方が、比較的、プラスマイナスの関係が出やすいというだけで、効果が強いかどうかについてはですね、少し慎重な判断が必要かなとは思っています。私自身の研究ではですね、フランスでちょっと調査をしたときに、はい、あるですね、ちょっと実験的な手法を使って、もう少し人々の本音をですね、聞くような、調査をやったんですね。つまり、あなた移民嫌いですかって聞いて、普通の人は、なかなか正直な答えを教えてくれないわけですから、ちょっとこう実験的な調査を使って、回答を得たところ、もしかすると単に学歴が高い人というのは本音を隠すのが上手いだけなんじゃないかなみたいな結果が出てきてですね。建前を言わなきゃって。そう。まあ、ちょっともうちょっと追加検証しないとわからないので、なんとも言えないんですけども、少し割り引いて考えた方がいいかなと個人的には思います。確かに出やすさと出にくさというのは、聞き方によって、見栄え上は、ものによって質問によっても変わりますもんね。そうですね。はい。うん、特にこういう質問は結構みんな、ナーバスになるので、ナイルになるので、はい。なるほど。リスナーの方からメール、いつ来ております？はい。ラジオネーム、スネークさんからいただいたメールです。ありがとうございます。欧州の右傾化の傾向で気になるのは、地方や国政選挙での投票率です。極右政党の躍進などをニュースで聞くことがありますが、その時の選挙の投票率は高いのでしょうか？あるいは低いのでしょうか。日本の国政選挙では前回の衆議院選挙もそうでしたが、投票率が低いと与党が有利となる状況が続いています。欧州でも投票率の高い低いが極右政党の得票に影響を与えることがあるんでしょうか。気になっておりますといただいてます。なるほど。中井さんいかがでしょうか。大変面白いご指摘だと思います。私自身はちょっと手元にそれを自分自身で分析をしたことがないので、はっきりしたことは言えず、仮説的になるんですけども、それはもしかするとその国の右翼政党が、まあ、いわゆる既存政党で、確固とした支持基盤を持っているか、あるいはその、いわゆるポピュリスト、新興政党として、チャレンジャーとして出てくるかで変わってくるんではないかなと思っています。つまり、もし、その国の右翼政党なり極右政党が比較的昔からある政党で、支持基盤はしっかりしている政党ならば、むしろ投票率低い時の方が、有利ですよね。で、他方で、ポピュリスト政党みたいなものも兼ねている。つまり、既存の政党政治家に対する反感みたいなものを、支持獲得のガソリン、源泉にしている政党であるならば、まあ、かつてその政治投票率が低くて、こうですね、こう、既存政治家はダメだというところで、こう、投票率が人々の、こう、なんて言うんでしょう、投票基礎が上がって、それと一緒に、こう、右翼政党の支持が増えるみたいなことがあるのかな、はい、ということは仮説的には考えられますけども、
調べてみないとわからないですね。まあ、状況シナリオってそこは変わり得ますよと。はい、だから、みんなが投票に行くようになったら右傾化したとか、あるいは逆にみんなが行かなくなったら右傾化したとか、そういったような一般法則が世界に当てはまるわけではないんじゃないかというです、ね。ないですよね。やっぱり、例えばその投票率上がってみんなが投票に行くようになった時に、そういう右翼政党への、例えば反発から投票率上がることだってきっとあると思うんですよ。そうすると、間違いなく関連はしてそうですけども、一方向の傾向があるとかちょっと言えないかなというふうに思います。なるほど。こうしたその欧州のまあ様々な調査を踏まえた上で、では日本については中井さん、その排外主義やナショナリズム無形化というような論点についてはどうご覧になってますか？そうですね。例えば日本の場合、ちょっと個別の政党の名前を出すのは控えた方がいいのかもしれませんけども、国会においては、あんまりその国政政党では、いわゆるそのヨーロッパの排外主義政党みたいなものまでは、ちょっとまだ現れていないのかなと思いますけれども、はい、まあ、国政の場以外のところで、そういった主張する個々の議員とかですね、少数の小さな政党があるというのは、ちょっと了解しているところでですね。また、そうしたその排外主義政党といったときに、どういったような、その、主張の主軸にしているのか、それとも政党の、例えば、公約などに、排外的なものが含まれているのか、うん、そこをどう捉えるかでもまた変わりそうですか？そうですね。多分一般的にはやっぱりそれを第一の主張として掲げているかどうかってところが、質的な分類としてはやっぱり大事になるのかなというふうには理解しています。以前、次世代の党というのがありまして。ありましたね。で、その次世代の党が、選挙候補の時に、タブー豚の歌みたいなものを YouTube に上げてですね。で、それが生活保護利用者バッシングだったんですけど、その外国人の受給率がこう増えてるじゃないかっていうようなことを、割と候補を2つぐらいの動画のうちの1つとして、前面に立ててたんですね。まあ、それが事実に基づかないですよということを公開質問状とデータの分析で、この番組に取り扱ったんですが、これは結構、その時、排外主義的だなっていうふうに思って、こう、警戒をしたようなところもあるんですけれども、それが、まあ今は政党がない。でも、その一定の得票を得たという、このあたりはどう振り返ったらいいんでしょうか？そうですね、難しいですね。どう見たらいいのか。すみません。ちょっともう一度、ごめんなさい。具体的にはもう少しどう、私は、そうですね。先ほどの話と、はい、同じ、論点なんですけど、はい、まあ、その、海外から見ると、フランスとかだと、あ、例えば、ルペンとか、いろんなところで、排外主義の政党だなっていうふうに見られるわけですね。それは、そういったところに注目されがちだからだと思うんですが、日本だと、例えば特定の政党が排外主義的なことを掲げていたときに、敏感な人とか人権問題に興味がある人は、あそこはやっぱ排外主義な政党だってに思うと思うんですね。ところが、それこそが論点になっていなくて、それでみんなが投票してないという状況になると、排外主義政党が台頭して国政に立ったよねっていうふうにフレームアップされないような、状況になると思うんです。となった時に、排外主義的なことを主張の一つに掲げていた政党が確実に日本の国政政党でもあるということと、排外主義を声高に掲げて、それこそが論点の一つとなって誕生したことがないという、その、まあ、歴史の語りと、この二つの、まあ、ギャップ感覚というものをどう処理するのか自分の中でまだ定まってないんですが。そうですね。難しいですよね。そもそもやっぱりその政治という営みの中には、何を論点にするかってとこも含まれているわけですよ。で、私たち、例えば、その政治学者とか分析者っていうものは、例えばその論文とか研究をする際に、ひとまず今回はこういう定義で、こういう政党、こう分類しますってことは言えるわけですけども、それは別にその社会における、はい、なんでしょう、正しい理解とかですね、唯一ある理解だ。一致しないわけですよね。そんなものはないわけです。まずその何をもって争点として、争うのかってこと自体にまずその政治としての営みがあって、それをめぐってまず綱引きもあるわけですし、難しいですよね。でもやっぱりそれでも少数の人がその、ある政党の主張といったものに敏感に反応して、そこに一つの争点があるというふうに設定した、して認識したのであれば、それをその、有権者全員が共有するかしないかっていう、論点はまた、ステージはまた別にあると思いますけれども、人によってはそれをそういうふうにラベリングする、カテゴライズするといったことには別にその、正しい、正しくないってものはつけられないというふうには理解しています。そうですね、見え方ですよね。
最後、中井さんにこの点伺いたいんですが、今回ヨーロッパの事例いろいろ研究された上で、日本でも今、特定技能を増やそうとか、その、事実上外国人労働者を増やす政策の方向にこうシフトしている点もあるとなれば、こういった排外や移民への受け入れっていう論点が、日本でもより顕在化するようなところがあると思います。こういったような点で、研究からどういったような論点や課題というものを考えることが必要だとお感じでしょうか？そうですね。また、その問題意識は私も、共有するところであります。もちろん、個別の移民政策とかというものについては、その国の法制度との整合性とかもありますし、既存の出入国政策との整合性もあるので、簡単にすぐ、世論と政策を結びつけるわけにはいかないんですけれども、後半おっしゃられた通り、そういった、いわゆるその外国人問題争点というものが、より大きな、争点として出てくるのは、事実だろうと思います。で、その時にやっぱりその、それに賛成する立場にせよ、反対する立場にせよ、ある一定の政策的な方向に対してその賛成するにしても反対するにしても、やっぱりその、議論するときにですね、やっぱり事実認識きちんと基づいてですね、議論した方がより生産的な議論ができると思うんですよね。はい、例えばじゃあどういう人がですね、こう移民に反対するのかっていうときに、それぞれ賛成すると反対する立場それぞれあると思いますけども、こういう人が、排外的なんだ。っていうところについての認識、間違った状態で賛成反対の議論をしても、間違った前提に基づいた議論での議論ですから、あんまり意味がないというか生産的ではないですよね。はい、そういう議論の前提となる事実認識とかをより深く理解する。で、もちろん日本の研究は日本の政治学者や社会学者の方もっといっぱいやってされてらっしゃいますし、そういう研究の蓄積もあるわけですから、そういったものがより広まっていくといいなというふうには理解しています。また研究の話だけなくて、どうコミュニケーションを取るのかとか、どんな制度を作るのかとか、そうしたことも問われてきますよね。そうですね。やっぱりその、人間の心とか態度とか意識ってものはそう簡単には変えることはできないものですので、1年2年、まあ、あるいは一生かかったって人間の考えとか信念そんな変わりませんので、私個人としては、もう少しその制度とかですね、法といったものを通じてのなんかこう、制度設計しか、まあ、こう、解決策はないんじゃないかなと、ちょっと悲観的にはこう理解していますけど。そうしたときにでは、他の国ではどういった状況を踏まえて、この法律を作ったのか。単に、この国ではこの法律があるから日本でも作ろうだけではなくて、今お話しいただいたようなそのバックグラウンドを知った上で、日本での立法の議論をしていくというのは大事になりそうですね。そうですね。で、どんな法や制度も必ずトレードオフがあって、こちらを取ればこちらを取れないってことが、どんな制度や法にもあるわけです。で、究極的には、その国なり、まあ、この場合日本ですけども、の有権者がどういう社会を目指したいのかによって、取るべき法や制度は変わってくるはずです。で、その際の議論の前提となる事実認識については、それについての研究とか理解の蓄積も徐々に増えてきていますので、そういったものがですね、はい、よりミックスして、なんていうんでしょう、より良き社会につながっていけばいいなというふうには理解しております。障害者基本法っていうので定められてるんですよね。最近はなんか多様性を意味するダイバーシティだとか、はい、持続可能な目標を意味する SDGs とかですね、はいはい、まあ、こう広く知られるようになってはいるんですけれども、その中にあんまりこう障害者を取り込んだような活動っていうのはあんまり見られないんですよね。確かに、まあそうかもしれないですね。で、かつてはバリアフリーだとか、はい、ユニバーサルデザインっていったこう生活インフラを整備するときのキーワードが広く知られたり、企業の社会貢献を意味するメセナとか、フィランソロフィーっていう言葉が頻繁に語られていたんですけど、最近あんまり聞かなくなったんですよね。なんかこうやっぱり経済が停滞してくると、そういったところまであんまりこう目が行き届かなくなるんじゃないかっていう感じなんですけど、ぜひこの今が障害者週間であるっていうことをもっと広く知られる必要があるっていうことで、実は福岡県庁のロビーで、はい、今開催してるんですけれども、今週月曜日から金曜日まで平日1週間、はい、午前10時から午後2時まで時間限られるんですけど、障害者が手作りした食品だとか雑貨の販売会、はあ、これ真心製品販売会って呼んでますけれども、これが開催されていて、毎年開催、今の時期開催してるんですけれども、
県内27の障害者施設で作られた手作りのパンだとか、はい、あとカレンダーとかですね、500種類以上の商品がずらっとこう並べられて、私のおすすめの商品は、はい、芋焼酎の自立っていうのなんですけど、ちょっとここでは販売されてないんですけれども、ネット上で真心製品ショップっていう、はい、EC サイトがあって、真心製品ショップ、そこでは現在送料無料サービスで販売されています。これも障害者の皆さんがその芋焼酎作りに関わってるってことなんですね。そう、原料のさつまいものジョイホワイトっていう、これはもう10年以上前に開発された新品種なんですけれども、はい、これを障害者施設で作って、それを収穫したさつまいもを海町の、老舗の小林酒造本店さんが醸造するんですけれども、福岡県産の米麹と福岡の水を使ったオール福岡県産の芋焼酎ってですね。こだわってますね。で、これ 720ml、白っぽい4号瓶に入って1680円なんですけれども、はい、今、送料無料フェアの対象商品になってるみたいで、驚いたのがですね、福岡県の、はい、ふるさと納税の返礼品にも指定されてる。あ、そうですか。そういう商品があったりします。で、この昨年度の障害者施設で働く方々の平均月額工賃ですね。まあ、賃金。はい、これ調べてみると、全国で 15,776円。低いんですよね。で、低いんですけれども、それでも15年前の2006年度まで遡って調べてみると、12,200円なんですよ。はあはあ、ですから、賃上げ率っていうのを計算してみると、年平均 1.8%。で、増えてはいるので、健常者よりも伸び率は高いっていうことは言えるんですけれども、いかんせん、元々がね、絶対額がやっぱり低いっていうことですから。1万、上がっても、今1万6000なんですよ、月が。月ですよね。月です。15,776円。これ、A 型っていうのと B 型っていうのがあって、はいはい、A 型っていうのは正規に雇用契約を結んで働かれる方なので、こちらの方は十分高いんですけれども、B 型っていうのは、やっぱり時間給で、なんていうのかな、こう、職業訓練みたいなのも兼ねてやるっていうような形になってて、非常に短時間、だけの、お仕事っていうことになるので、どうしても月額賃金下がってしまうっていうことなんですよね。それにしてもちょっと低すぎですね。低すぎるんですよ。じゃね、とても気になるのがですね、2008年度以降、じわ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 こう上がり続けてきたんですけれども、昨年度は 3.6% 賃下げになってるんですよ。ですから、ずっと上がってきたのが去年下がったっていうのは、やっぱりコロナ禍で、雇用環境がやっぱり激変したその影響っていうのを、実はダイレクトにやっぱり、障害者っていうのは受けてしまっているっていうですね。だから、コロナ禍で大変だって言ってるのは、決して健常者だけの問題ではないっていうことをやっぱ頭の中に入れておく必要があるんじゃないかなっていう気がします。で、この低い賃金をなんとか、しなくちゃいけないっていうので、はい、国も自治体も14年前から、工賃倍増5カ年計画とか、はい、工賃向上3カ年計画っていうのを3年ごとにこう繰り返してきたんですけど、はい、大きな成果はやっぱり上がっていないんですよね。ですからそれ何とかしなきゃいけないっていうことですけれども、この芋焼酎自立っていうのなんかは、障害者施設が障害者施設だけで何とか解決しようっていうのじゃなくて、そこに老舗の焼酎工場さんもご協力してくれて、はい、そしてそれを取りまとめるのに県もバックアップするっていうんですね。だけど売っていくところはちゃんと自立してやってくださいね。ただ販路開拓についてはこういういろんな場所を提供しますよっていうのを行政がサポートしてあげるっていう。これが本当に自立していく第一歩になるんじゃないかなっていう気がして。で、もう一つですね、先週西日本新聞が掲載してたんですけれども、はい、企業とその
障害者施設のタイアップっていう点で、うん、10年前に福岡教授社会づくり表彰の共同部門賞に選ばれた事業なんですけど、はい、これ和風調味料のくばら本家グループが、障害者の社会参加を支援するダンダンボックスっていうところと連携して、うん、はい、食を題材にした絵を障害者から募集して、配送用の段ボール箱のデザインに採用するっていう。これをずっとやり続けていて、昨年は全国から750作品の応募があって、5つの作品が段ボール箱のデザインに実際採用されるっていうんですね。で、これはつい先月ですけれども、メセナアワード2021っていうのが開催されて、はい、そこでソニー音楽財団だとか資生堂とか大日本印刷とともに優秀賞を、メセナ活動が表彰されているんですね。こういったなんか企業を、いや、行政やなんかと広く社会と連携しながら、うん、なんかいろいろ取り組みをしていくっていうのがこの賃金倍増になっていくんじゃないかなっていう気がしますね。そうですよね。うん、はい、鳥丸さんありがとうございました。ありがとうございました。長崎県立大学教授でエコノミスト鳥丸聡さんでした。民間企業あるいは国や地方自治体が雇用する障害者、雇用する労働者のうちに一定の割合で障害のある方を雇用するように義務付けたの制度になりますね。うん、でその雇用率が民間企業ですと今 2.3% ということになります。うん、この義務付け達成できなかった場合というのはどうなるんですか？達成できない場合はですね、未達成のお一人につき月5万円年間60万円の納付金という、うん、経済的なバランスを調整する納付金を支払うことになっています。うん、なるほど。そうしますと、その引き上げ時期がずれるというのは、おそらく障害者雇用がこの時期だと大変だからということで、若干伸ばしたということになるわけですか？そうですね。やはりコロナ禍で大変混乱をしておりましたので、はい、事業主、あるいは国、地方自治体のその雇用の準備ですね。コロナ禍ですので、これまでとは違う、新しい生活様式ですとか、それがやはり職場にも必要なわけで、そうした感染防止に関わる準備ですとか、そうしたことに一定の時間が必要だということだと思います。なるほど。またこの法定雇用率をめぐる議論、今数字が少し上げられて、そこが達成目標となっているということですけれども、はい、加えて実際にじゃあ雇用するとなると、雇用現場でも様々な環境整備などを行うことが必要だと思いますが、うんうん、これのまず背景となる法律や今の現状などはどうでしょうか？はい。背景となる法律、雇用促進法ということでしょうか？雇用促進法と、それから障害者差別解消法、それぞれありますよね。そうですね。障害者差別解消法は、今年の6月に、新しい新法が、公布されています。はい。で、ちょっとよく、私口どもの学生なんかも混乱してしまうんですけれども、うん、障害者差別解消法というのは、一般的な、反復継続的に、事業をしている、その事業者に、障害者に対する合理的配慮や差別の禁止を定めた法律なんですね。うん、で、この障害者差別解消法の中で、いわゆる事業主と労働者という雇用関係に関するものに関しては、障害者雇用促進法で、になっていくということが定められています。うんうん、なるほど。ですね。まあ、差別解消法、今回、改正されたんですけど、6月4日に公布されたんですが、うんうん、はい、そこの主な、改正点というのは、これまでは、障害者差別解消法ので求められている障害者に対する合理的配慮や差別の禁止というのが、民間の事業者に対しては、努力義務のような形だったんですけれども、うん、これが、施行から3年以内の間に、義務化されるということになっています。はい。まあ、一番大きな改正点じゃないかなというふうに思います。この合理的配慮の義務化というのは、具体的にはどういったことになるんでしょうか？はい、そうですね。例えばですね、今回、
お伝えしたいなと思うのは、はい、事業者っていうと、営利団体ですね、一般の会社とか、うん、まあ、そういうことをイメージされる方が多いかと思うんですけど、はい、反復継続的にいろいろなサービスを行っている非営利団体、営利か非営利か問わないんですね、うんうん、ですから例えばですね、自治会などももしその自治会の、地域の中に障害のある方がいらっしゃって、例えばその方が目が不自由でいらっしゃるという場合に、回覧板などそうしたものを情報の保証をしてくださいというような申し出があったとすると、うん、それに対して、もちろん自治会って非営利団体なわけですけれども、うん、はい、それでもやはり一定の合理的配慮を検討する必要があるということになろうかと思うんですね。うん、なるほど。まあ、回覧板、例えば大体紙でこう回ってきて、はい、隣の家に流してくださいねってやつですけれども、はい、そうですね。まあ、例えば QR コードがついてて、それでテキストがコピーできて、で、そのテキストさえあれば、当事者の方は読み上げソフトを使って読み上げることができたりするので、うん、はい、まあ、そういったことをするか、もうプリントしたそのワードファイルそのものをお渡しするので、こちらのファイルを好きな形で読んでくださいね、聞いてくださいねと、はい。例えばこういったことをすれば合理的配慮を達成ということになり得るわけですか？はい、おっしゃる通りです。目がね、視覚障害の方がいらっしゃるとなると、すぐ点字とかっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、うん、はい、視覚障害の方、全員が点字をお使いになるというわけでもありませんし、うん、そうですね、また、現実問題としてですね、うん、短い期間に点訳するということは、今ちょっとこれについても課題ではあるんですが、はい、すぐにできるということではないので、うん、そこはちょっと小さな自治体、地域の自治会のようなところでするのは難しい。じゃあ何もしなくてもいいというわけではなくて、今荻上さんがおっしゃったような、QR コードつけといてファイルにアクセスしていただくですとか、うん、はい、それからそもそもそのワードファイルで読み上げソフトでお使いになってらっしゃいますかっていうことで、うん、使ってらっしゃるってことであればそうしたこともできますし、もし相手の方が高齢だった場合はソフトウェアとか、コンピューターお使いじゃないかもしれないので、うん、そうした場合は、音声で、例えば、録音したものをお聞かせするとか、うん、あるいは、本当にご自宅に行ってですね、今コロナ禍なので、そこがちょっと難しいと思うので、うん、音声の情報をお渡しするのがいいかなと思うんですが、うん、聞いていただくという方法もあろうかと思います。うん、この合理的配慮、様々なところで聞く機会も多くなってきたと思うんですけれども、はい、まだ耳慣れないという方もいらっしゃるかもしれません。はい、うん、この合理的配慮、改めてどういった意味の言葉なんでしょうか？そうですね。障害のある方と、障害のある方があらゆる社会参加をする際に、その方が、その方のその社会参加する権利をね、享受できるように、お互いに、できることを、こう、すり合わせていくというようなイメージでしょうか。うん。様々な社会の中で生きていくためには、当然差別はあってはならない。だからそういったその差別があってはならないとなったときに、はい、英語はヒアリングテストだけですよとなれば、聴覚に障害のある方は英語がどれだけ読めても書けても、パスできないわけですよね、うん、試験を。はい、そうしたときにはそれがやっぱり間接差別、差別ということになってしまうので、ではそうしたような方にはこういったテストもあり得ますよとか、はい、別の仕方もあり得ますよというような格好で、差別をしないという状況を作るためには、合理的配慮というのが、おおむねセットとしてこうついてくることになりますよね。おっしゃる通りですね。合理的配慮の不提供が差別ということに、なりますので、うん、おっしゃる通りだと思います。うんうん、またこれ合理的配慮という言葉からもわかるように、不合理なまでの配慮を求めるものではないと。うん、まあ、例えば、すべての階段を今すぐエスカレーターにしろというようなことは、これは事実上無理なのでできない。でなると、雑居ビルでエスカレーターとかがないような状況だとどうするか、はい、となった時に、例えば1階で、今店の前にいるんですとなったら、商品を例えば見せる、あるいはメニューでお渡しする、うん、あるいはその予約をしたような段階で、はい、一緒に上がってみましょうかってするなど、いろんな手段というのはありますよね。うん、範囲内で。そうなんですね。もう、まさにおっしゃる通りで、合理的配慮というのは、過重な負担にならない、範囲でというふうになってるわけですが、うん、じゃあ、過重な負担だったら何もしなくてもいいということではなくて、うん、できることを、すり合わせていくという形になりますね。うん、
ですので、先ほどのあの、自治会の回覧板の例でも、いきなり転訳というのは、それはちょっと難しいってなったら、じゃあ何もしないということではなくて、先ほどご案内のような読み上げソフトを使うようなファイルをお渡しするとか、それこそそのまま読み上げた音声データをお渡し、IC レコーダーでプチって押して聞いていただくとか、まあ、いろんな方法があるということですね。この合理的配慮が、ただコロナ禍の中で、就労支援、はい、就労現場になると、まあ、様々、例えば、建物の状況を配慮しましょうとか、いろんなデバイスを配慮しましょう、作りましょうといったときに、いやでもその、設置する予定だったところに、まあ、アクリル板があるから通せなくなってしまったなど、いろんな、足踏みというか、ブレーキ要因がありそうですね。そうですね、そのアクリル板、ただ、おそらく障害のある方が最初からお勤めなのであればですね、そのアクリル板を立てるときに、おそらく相当配慮していると思います。やっぱり音声が聞きづらくなってしまうとか、はい、いろんな工夫されて、アクリル板を設置する、試行錯誤されていることを聞いたりしております。なるほど。そうすると、すでに、やっぱり働いている同僚になられているような職場だと、当然ながら同じメンバーとして職場改善の仕方を話し合うということになるので、そうしたその、はい、まあ、なんでしょう、こう、先輩がすでにいるような職場だと、新しくリクルートする、つまり新規にもう一人お雇いしましょうかってなった時には、割と議論がスムーズにいく場合もあるということですか？そうだと思いますね。本当にもちろん、初めて雇用する障害の種類の方ですね。これまで接種障害は雇用したことなかったけれども、っていう場合は、まあ、若干の、事前の準備は必要だとは思うんですけれども、はい、まあ、しかしながら、例えばすでに知的障害の方を雇用しているとか、肢体不自由の方を雇用しているということになると、職場を訪問してみますと、それぞれやっぱり皆さんがその場でできることを自然とこう、するという職場風土ができているような職場が多いんですね。で、そうしたことがありますと、新たな、例えば精神障害の方に対しても、雇用の定着が、比較的スムーズということはあると思います。はい。そうした中でいろいろな声が今日はですね、はい、リスナーの方から届いています。まずは、こちら紹介しましょうか。はい、ラジオネーム、はい、ハイジさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は発達障害者で障害者就労支援センターを利用して仕事を探しています。自分でハローワークへ行って障害者雇用で探して問い合わせをセンターにしてもらいます。選べる仕事は少なくなかなか就職できないですというふうにいただいています。はい。数が今少ないんじゃないかというコロナの影響というのもこういった方には出てきますよね。はい、そしてラジオネーム、ポンコツ D2 さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。4年前に弱視となり、地方公務員を辞めて家でラジコや音楽を聴いて過ごしていました。うん、しようということもあってか、就労などについてほぼ情報がありませんでした。今年になって、ふとしたきっかけで知人から日本盲導犬協会さんや地元の県にある視覚支援学校を教えてもらい、見学に行ってます。とにかく情報がないです。市役所も知らなかったようですが、障害者就労の一元的なポータルサイトや、電話相談があると助かりますと、そう思いますといただきました。うん、こういったような状況も、例えばコロナ禍で役所が忙しいと、うん、なかなかリソースを避けないというようなことも起こり得るわけですが、新保さん、こういったメールいかがでしょうか？まずハイハイさんがおっしゃってた、はい、仕事の種類が少ないというのは、すごく、これまでもですね、職域とよく言うんですけれども、仕事の幅を広げようっていう、関係者の努力はあるんですけれども、はい、やはり、特にコロナ禍で、今すごくその人手が不足している仕事というのは、例えば運輸ですとか、あるいは、スーパーマーケットですとか、小売りですとか、まあ、そうしたところの、仕事に、比較的偏ってるという部分もありますし、はい、事務の仕事が、逆に、オンラインに今なっていて、オフィス自体も、なかなか、稼働率がそれほど高くなくなってるっていうような状況も関係してるかもしれません。うんうん、まあ、ハイハイジさんがちょっとどういう職種をご希望されてるのかがわからないんですけれども。うん、
確かに。ハジさん、特集嬉しいです。ありがとうございます。はい、お書き添いいただいてます。でもリモートもこれ、いい面、悪い面というか、メリット、デメリットあると思うんですが、そこはどうですか？はい、そうですね。メリットとしては、これまで、例えば地方で、交通の手段が不便で、本来非常にお力もあるような、身体障害の方が、お仕事できなかったという現状があるわけですよね。で、そうした方が、リモートワークで、例えば東京都、都内の企業とつながったり、して、仕事が、できるようになったという、まあ、こういうのはいい面だと思うんですよね。一方で、それは一定程度、事務職の、方であれば、の経験があれば、そういうこともできるわけですけど、今までパソコンも扱ったことない、これから、覚えますよっていう方ですと、オフィスが空いてれば、OJT でこう、勉強していくことができるんだと思うんですけれども、オフィスが稼働してないっていうふうになると、これまで事務仕事に担当してない人がそこに入っていくっていうことは、もしかすると少し難しくなってる部分もあるかもしれません。ハードルが高くなるようなこと、コミュニケーションが取れない面での困難というのが場面になる。そうですね。それもどう応用、1コマ目は秘密の本棚です。はい、今日の本は清田孝之著、さよなら俺たちです。著者の清田さんは1980年東京生まれ、早稲田大学在学中に恋バナ収集を行うユニット、はい、恋の話ですね、恋バナ、ユニット、はい、桃山商事をスタートし、はい、これまでにおよそ1200人の失恋話や恋愛相談など、恋バナを集めて、そこから見える恋愛とジェンダーの問題を発信されています。これはね、ちょっと、いやーもう、やられましたという感じの。やられました、やられましたって。これはね、見たことはないタイプ。要するに、ジェンダーの本で、はい、まあ、フェミニズムに関する、考え方をまとめた本でもあるんですけど、はい、これ男性が書くっていうのはそもそも非常に珍しい、ね。そうですよね。で、今まあご存知のようにジェンダーの問題っていうのはすごく大きい問題で、はい、いろんなところで取り上げられてますが、はい、大体分けると告発。告発、ああ、うん。これはおかしいよと、はい。あとやっぱり告発された側がまあ謝罪。まあ反省。とかね、まあそういうものが多いと思うんですけど、これ一応、ジェンダー問題で、刀を突きつけられている男性の側の一人として、はい、京都さんもまあ謝罪とか反省もあるんですが、これね、最初にちょっとまとめみたいになっちゃうんですけど、これは、こういったことを通して、京都さんという一人の若者が成長していく自己教育の話。はい、文学のジャンルで、ね、教養小説っていうのがあるんですね。ビルディングスロマンっていうんですけど。はい、まあ、漱石の三四郎なんかもそうです。はい、ゲーテとか、トーマス・マンのマドヤムとかですね。成長物語ってことですか？そうです、そうです。若者が苦労して成長していくっていう、はい、まあ、伝統的なジャンルなんですけど、はい、まあ、最近は廃れてます。もうなんかもう、そういうのはもう、まあ、過去のもんだ。で、これ今、成長物語を作ると、こうなんのかな。つまり、ジェンダーの問題を抜きにしてできないのかなって。逆に言うと、この問題を真剣に考えると成長する。はい。っていうふうに考えると、ちょっとこれはね、21世紀のビルドゥングスロマン。小説ではないんですけど。ないんですけどね、そういう本質を持ってるのかなと思いました。なるほど。はい。それでですね、まあ今言ったように、ちょっと待って、清田さんです。はい、この恋バナ収集ユニットっていうのを作って、まあ要するに恋愛相談を始めたんですね。はい、で、これで、清田さんが気づいたことがありました。はい、で、まず一つはね、ほとんど女性だったんです。相談してくるのは。はい。で、その女性の相談をこうやって分析していくと、すべて異なる男性たちの、相手がですね、つまり女性のもう相談するには問題を抱えてるんだ。その彼女の、まあ、ボーイフレンドだったり、パートナーだったり。夫だったり。はい、はい。すべて異なる男性たちの話であるはずなのに、同一人物かと疑いたくなるくらい同じようなことをしていると。ハンデをしたような言動が量産されている背景には、間違いなくジェンダーの影響がある。
で、まあ、この場合大体女性側はひどい目に遭っているということなんですが、はい、もちろん男性が被害者、女性が、あ、男性が加害者、女性が被害者という話ではないし、すべての男性が女性蔑視をするわけでもない。はい、しかし、男性が男性であるだけで与えられている特権は確実にあって、ここからです。それは考えなくても済む。なんとなく許されている。そういうことになっている。といった形で我々の前に漂っている空気みたいなもんですね。だから多くの場合、それが特権であることに気づかないと。そのことに、要するに恋愛相談をやってるうちに、はい、清田さんは気づくんです。それで、清田さんがね、これ面白いですよって、じゃあどういうふうに男性は、つまりどんなふうに女性に見えてるかという、はい、分類をしてくれています。これ20個分類があるんですけどね、いくつか取り上げますね。はい、何かと恋愛的な文脈で受け取る男たち。まあこれは、まあすごく簡単に言いますと、はい、上司がちょっとご飯に誘いますと。はい、で、別に、女性は、まあ、上司の命令だからしょうがないなと。でも、上司の方は、うん、なんとなく、あ、食事 OK ということは、僕に気があると、必ず思い込んでしまう状況。そういう意味が、そうそうそう。恋愛的な文脈。何か、断らないと、全部、恋愛関係に持ち込もうと。ちょっと俺に気があるんちゃうと。もう、なんか、言ってるうちに、だんだん重くなって、気が重くなってきました、決断を先延ばしにする男たち。はい。ですね。人の話を聞かない男たち。あ、聞かないですね。謝らない男たち。何か。これ女性スタッフがみんなうんうなずいてます。女性の身体について無理解な男たち。男同士になるとキャラが変わる男たち。何かというとすぐ不機嫌になる男たち。話し合いができない男たち。全員、すべての女性がうなずいていますが。いやでもね。まあ、こういうふうにして、はい、いや、あります、確かに。まあ、本当に。で、問題はそのことに、まあ、男性が気づいてない。つまり、普段みんなそうだし、男は。で、それで文句を言ったことがなかったので、まあ、これはまあ、女性が諦めて文句を言わないってことかもしれませんが。でも、清田さんが気づけたということは、気づけることがあるな。で、ここからその、清田さんが、清田さんすごく面白いっていうか、はい、まあ、ある意味誠実な人で、はい、これちょっと大切なことなんですけど、清田さん自身は、いわゆるマッチョな感じの人じゃなかったんですね。もともと少女漫画が好きで、うん、内気で、はい、どっちかというと女性っぽい人だった。でも、それだと生きていけないんで、その男性キャラに、自分から、うん、まあ、入り込んでいこうとしてたっていう、はい、まあ、矛盾を抱えていました。はい、で、そうやって、この恋バナ収集ユニットのを続けていくうちに、だんだん気がついて、過去の自分のや、はい、手紙とか全部取ってたんですよ。それで、記憶を辿ってみると、あの時自分はひどかったってことを思い出してくる。これ、一つ例を挙げます。はい、これ、ちょっとセカンドレイプというとこなんですけどね。私は学生時代、シーコさんという女友達から、バイト先付きの先輩にいきなり背後から抱きしめつかれ、怖い思いしたいという、相談を受けた。怖い思いをしたという相談を受けた、はい。聞けば彼女はバイトの非番だった日、うちでゲームしようと誘われ、先輩の家に行ったと。そこで好きなゲームを一緒に楽しみ、のんびりと休日を満喫した最中、先輩がいきなり背後から抱きついてきたという出来事だったと、うん。ありそうですね。ところで、それなのに、なんか彼女はすごくショックを受けてる、はい。で、清田さんに相談した、うん。それなのに、友人としてその話を聞いた私は、あろうことか、なんで一人暮らしの男の部屋に行ったりしたんだよと言ってしまったと。あ、これをセカンドレイプと呼んでいるんですか。はい。それで、当時は全く気づかなかったんですが、うん、だからこれ、こういう、ユニットを作って、人の話を聞くようになって気がついたんです。はい、私がシーコさんにしてしまったのは、認めるのはとても苦しいが、どう考えてもセカンドレイプだった。セカンドレイプというのは、痴漢やセクハラ、性暴力など、性的な被害に遭ってしまった人が、はい、世間やメディア、または周囲の人間などから受ける二次被害のことを指す、はい、で、もちろん、彼女を傷つけるつもりは毛頭なかったし、はい、むしろ二度とこういう被害に遭ってほしくないという思いから言ったセリフですらあった。しかし、ここで、しかしセカンドレイプをした人の多くは悪意はなかったという。傷つけていることに自覚がないケースがほとんどだ。で、ここからすごいのは、はい、清田さんの自己分析です、はい。ではなぜ私はあんなことを言ってしまったのか。心の内側を顕微鏡で覗いてみると、そこにはほの暗い感情の数々が見え隠れしていた。実は私は彼女に密かな思いを寄せていた。うん、つまり、
片思いの相手が自分以外の男性の家に遊びに行ったことに嫉妬していたのだ。それどころではない。俺なら絶対に君を傷つけるようなことはしないと主張したい気持ちもあったし、なぜ俺に振り向いてくれないんだという苛立ちもあった。女って本当に男を見る目がないよなと責め立てたい気持ちもあったし、自分及び自分が認めた男以外の男性は大体クズという偏見意識も正直あった。改めて考えてみると、そこにあったのは嫉妬、自己アピール、謎の被害者意識、ミソジニ、女性嫌悪ですね、ミサンドリー、男性嫌悪など、直視するのが辛いものばかりだ。知覚できていないレベルではもっと細やかな感情が入り混じっていたと思う。でも、当時の自分にそのような自覚はなかったし、むしろ彼女のために良かれと思って、と言ってるぐらいの、意識だったと。今考えればちゃんと聞いてあげればよかったと。で、これやっぱり、まあ、清田さんの僕はここですごいのは、この分析ですよね。はい。普通は、ああ、ひどいこと言っちゃったな、どうしてだろう、おしまい。でも、そこまで、まあ、ひどいこと言っちゃったな、とも思わない人も多いでしょうね。多いですよね。で、実は、そういう、なんていうんですかね、意識のなさというのは、ものすごく社会に欺瞞しています。うん、で、これちょっと、今の例と実は関係なさそうに見えるんですが、これ面白いんですよ。小学生の女子向けのファッション雑誌がありました。はい、これ僕書いたことあるんですけどね。この本の目次には、女子力上げヘアレシピ。これ小学生ですよ。小学生向け。はい。はい、男子の視線が集中、モテ女子のすべてなど、大人向けの女性誌と見まがうような見出しが並んでいた。美ボディをゲット。触りたくなるようなすべすべ肌の秘訣。とともに、小学生にダイエットや無駄毛の処理を推奨したり、好かれ女子入門と称して、身だしなみや振る舞い、訪問や食事のルール、マナーを課したりする内容があった。でこういうノウハウがいっぱい詰まった雑誌なんですね。はい、で、特に、さしすせそというテクニックのページ。モテ女子になるための、はい、さあ、こうしなさい。さすが。で、勉強してないけどテストできたわ。さすが〇〇くんだね。ああ、男の子に、さすがって言ったらいいよと。はい、知らなかった。この小学校、お化け出るんだって、知らなかった。知っていることなら無理して知らないふりをせず、詳しく知りたいと言っても OK。すごい、す。で、俺、3センチも身長伸びてた。すごーい。会話の中で、ちょっとでも男の子を褒められそうな時には、すかさず言ってね。センスいい。何々くんの読んでる漫画って、センスいいね。男の子の持ち物が新しくなった時など、誰よりも先に気づいて言ってあげて。そうなんだ。うんうん、そうなんだ。すごいね。話を聞きながら合間にそうなんだと言うと、しっかり聞いているのが伝わって、男の子が話しやすいよと。で、これなんかさ、わーっとなるんだけど、で、ここで清田さんは書いています。はい、男子とは褒められるのが好きで、おだてられると気持ちよくなり、女子に何かを自慢したり、教えたりしたい生き物である。だから女子は率先してその意図を汲み取り、さりげなくその欲を満たしてあげましょうという、これは、でね、なんでこんなことがあったのか。こんなことを小学生のうちから。うん。で、それは、思うに差し据えとは、古今東西の女性たちが膨大な経験則から導き出した最適解ではない。つまり、多分大人女子もそうそう、こう言っとけばいいのよって思うんでしょう。つまり男はその程度のものだから、はい、あるいは、そういうふうに生き物なので、それ以上理解を求めない、もう褒めておくしかないよと。でこれさ、はい、諦めなんだよね。そうですね。もうサジを投げてますね。っていうふうに考えると、かなり恐ろしいというふうに思いました。はい。で、これ、最後の方のページがですね、生まれたからにはまだ死ねないというのが最後の方のページであります。はい、ここでこうやって、いろんな、まあ、その、男性が持っている、で、要するに気がつかない偏見ですね。はい、つまりもう、そうやって生きてきたので、もう何を言っても無駄かもしれない。で、それを一つ一つ、清田さんは取り上げていって、で、清田さんの今の話が、はい、で、今、これね、この書いてる時点で去年ぐらいですかね。私は今、生後3ヶ月になる赤子におっぱいをあげている。清田さんですよ。はい、男性の私にも、もちろん、乳房はない。しかし、
哺乳瓶につけるシリコン製の乳首を胸につけ、泣いた赤子の口にグイッと押し当ててやると、チューチューと勢いよく吸引してくれる、エア乳首ということで、やってる。哺乳瓶であげてるんじゃなくて。はい。で、これはですね、清田さんが、まあ、お子さんが、双子の女の子が生まれて、はい、共稼ぎだし、清田さんは分泌業で家にいるので、はい、子育てを、当然のごとくやっていらっしゃるんですね。はいはい、二人で。うん。それでも、私は未だにこの人たちのことを娘と呼ぶことはできないと。戸籍の上でも生物学的にも親子なのは間違いないと思うけど、彼女たちが娘で自分が親であるという現実にストレートに没入できるような感覚が正直あると。やっぱり男性はどこか遠いところがあるんですね。それで、これなんで最後にこういう話、これこの本の一番最後に、このことが出てくるんですけど。はい、で、こういうふうに、清田さんは書いています。双子たちは順調に成長し、生まれた頃の2倍以上の体重になっている。肌は信じられないほどツルツルで、まさに生命力の塊という様相を呈している。ミルクを飲み、排泄をし、何か要求があれば泣き叫び、大人たちに抱っこをされ、機嫌が良いとニコニコ笑い、それ以外はコンコンと眠り続けている。生きるということしかしていない、その姿は実に清々しい。というふうに書いています、はい。で、本当に一番最後の文章だけ読みますね。私は今年2020年で40歳を迎える。私はいつか死んでしまうし、しおりさん、奥さんですね。はい、死ぬ。今はプリプリな赤子である双子たちだっていつかは死ぬことになる。そのことを思うと呆然としてしまうし、私たちが生まれて意味なんか到底わかりえないけれど、人生はまだしばらく続くだろう。その日までは死ねない。生まれたからにはまだ死ねないのだと、終わってますが、この本の中で、清田さんは、ちょっとこういうことを他の箇所で書いています。はい、人間という言葉には、ヒューマンビーイングと、ヒューマンドゥーイングと、両方とも人間だそうです。はい、で、ビーイングっていうのは、まあそこに、ただいるだけ、あるだけ。うん、で、ドゥーイングっていうのは、例えば、いや、俗称ですね、成績がいい人、うん、お金が稼げる人、うん、男であること、はい、なんかお金も、なんかそういう、何か社会で何かをしたから、そういう人だっていう、社会的属性をヒューマンドゥーイング。はい。だから、これまでずっと取り上げてきたのは、男だから、こういうことは許されるよと。女の子は、こういうことをしなさいよっていうふうに、全部ヒューマンドゥーイングで。だから、差別の根本にあるのは、僕らそういうもんが人間だと思ってるけど、もともと人間はヒューマンビーイングじゃないかと。生まれた時はみんなヒューマンビーイングって赤ちゃんは。はい。でもそれが成長するに従って何かをする人に分類されていくでしょ。で、それを教えてくれるのは、まあ、社会なんですけど。周りの人間の価値観だったり。そうです。だから、ほら、いや、気がつかないうちにそう習ってましたっていうけど、はい、社会がもう自然みたいになってるからね。で、そういうと、それが最初に言いましたけど、一方通行を歩いてるのと一緒だから。でもそれだけに、そういう価値観から自由になるの難しい。いものすごく難しいですね。清田さんすごい人ですね。反対方向を向いて歩いたっていうことだと思います。これはだから、もしかすると今の青年が大人になるためには、一回反対方向に歩かないといけないのかもしれないなと思いました。